元号氷川神社は埼玉県川口市元里一丁目の住宅街に鎮座する神社であり、旧社格は尊社。また、川口旧社のうちの一社。正式名称は他の氷川神社同様に氷川神社であるが、他と区別するため鎮座地名を冠し、元号氷川神社と称される。また古来より、古はべての宝物にも勝る何よりの宝と言われ、子孫繁栄は、 家の幸せの象徴とされてきた。小宝成就、子孫繁栄に霊源尺高な社であることから、幸せの宮とも称される。境内の西北宮に鎮座する十二社形式は、石像の明神鳥居で安政二年の晩秋に国土安全、天下大平を願い混流された。かつて立っていた鳥居は安政の大地震により倒壊したと思われる。狛犬の形式としては、 俗に流れようと言われるものに分類される。天保十二年、当初、深町の倉竹十七代目である倉田三衛門の次男で、後に、下や先属に移り住んだ三谷や映像により奉納。また、当社の狛犬は、安山に霊言があることから、安山狛犬と称され、狛犬の頭やお腹を撫でる妊婦や、家族の姿が目立つ。主彩神が父子神であることから、 子宝成就、子孫繁栄の神様としても広く数形を集め、ご神徳を象徴するものとして、平成30年12月に、ブロンズ製の犬の母子像、子宝犬が、宇じ子ゆうにより奉納された。ありがとうございます。